最もコスパのいいやつを紹介したいと思います。もうこれを使い倒してってくださいっていう、そしたらね分かってきます、ミックスとは何ぞや、マスタリングとは何ぞや、レコーディングとは何ぞやということがですね、すごく分かってきます。これこそね、あのウェーブスのいわゆるデジタルの安心感、アナログでは絶対にできない、デジタルできちっとこうリミッティングしてくれる、うん、各帯域破綻なく、やってくれる L3、L、LL が入ってるところがいいですよね。これ普通の LL じゃない L3 はなんかちょっとね、ちょっと硬くなる感じがするんです。こっちとか自然なかかりがする感じしますね。でこっち L3LL のウルトラマキシマイザー、あのまあマルチバンドになってないやつですけど、まあ同じようなものでございますね。分かってるね。でこれマセラッティのこのね、これシグネチャーシリーズのやつから1個取り出してると思うんですけども、マセラティさんのねなんかね、これだけを取り出してるっていうのがまたすごいですね。これはやっぱりね、いいですよ。ボーカルにかけるやつなんですけども、痛くならずにうまいことこう声域を上げてくれるみたいな、もこっとしたボーカルをうまいことシャープにしてくれたりとか、こうもちろんコンプとかいろいろ入ってるんですけどね、通してちょこちょこってやるだけでまあまあいい感じになります。まあ僕けどあんまり使わないですけどね、でもまあ分かってるなって感じですね。僕も基本さっきの HEQ だけでまあまあ作っちゃうんで、あんまりやんないんですけど、あとこれね、これっすよ、これ NLS ですよ。これね、これ何かっていうとアナログっぽいサチュレーションをちょっと加えるだけってやつです。でこれもやっぱり本物のトランスとか使ってるわけじゃないんで、ちょっと硬くなりすぎだろうというか、ちょっと嘘くさいなとは思うんですけど、でもやっぱりニーブ君とかいいマイクプリを通して撮った音に関してはですね、いい感じでそのアナログっぽい汚しができるんですよ。でこれね、例えばベースの音をちょっとブリッと歪ませたいなとかね、いう時にギターエフェクター的なストンプボックスみたいなオーバードライブとかだとなんかちょっと安っぽくなっちゃう歪みになるじゃないですか。いわゆる高級な卓を通した時のそのいいトランジスタの石の歪みみたいなやつを、使いたいなっていう時にこいつなんですよね。入力信号をグワーッと上げていって、ちょっと音でっかくなってだんだん歪んでくるんですよね。で音でかすぎるんでこの出力の方を下げてやるって感じでね、ディストーションとして使えるんですよね。でちょっとかけるぐらいだとちょっと音が濃い感じになるかなみたいな、でだんだん上げていくとブー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 って歪んでってブイーっていうね、美味しい歪みが作れるっていうね、そういう風に僕は使ってるんですけど、おすすめです。分かってるね。でこれがねなかなかバンドルの中に入ってないんですよ。これをバンドルに1個入れてきたあたりすごくないですか。このアナログの汚し系と完璧なデジタルのその処理をするやつ L3 と、分かってるね。でこれはね、単なるピッチシフトです。ちょっといいピッチシフト、オートメーションとかもかけるピッチシフトですね。品のいいピッチシフト、そしてトゥルーバーバー入ってますね。まあ僕これ使わないですけどね、ウェーブスのやっぱりリバーブ系は僕そんな使わないです。リバーブ系はそんないいと思わないですね。やっぱりもうレキシコンっすね。一応こっちに出してるんですけど、僕うちもこれ入れてるだけっすよ。このスタジオは今5000円ぐらいってこと、これアイロックいりますけどね、リバーブはこれです。これだってリバーブをデジタルリバーブを考えたメーカーなんだもん、ギターで言えばフェンダーっすよ、本当にマイクで言えばノイバンみたいな、でリバーブデジタルリバーブといえばレキシコンです、だからね、まあ、これもまあぜひね機会あったら揃えてくださいね。これね、ああなんて楽なんだろうと思うと思います。ああなんて楽だ、もうかけるだけなんかなじまねリバーブかけすぎでなんかお風呂みたいだな、なんかやらしいなとかなんないですから、とっぷりかけても気持ちいいですからね、まあ、それはそれでちょっと置いといて、
でボーカルライダー入ってますね。僕ボーカルライダーも使いません、僕オートメーション書くとかね、あんまり好きじゃないんで、最小限でコンプでいいだろう、コンプでしっかり作っとけば本当ちょっとサビで聞こえないくなったな、埋もれたなって時にちょこっと上げればいいだけなんで、そんなね、こんなオートメーション書くやつ大丈夫かと思いますよ。本当にそれで仕事できてんだろうかと思いますけどね。まあそういうやり方をする人もいるんでしょうけど、それはそれで熟練でじゃなきゃできないやつで、そのなんかねえ、いろんなちょっといろんなの真似てね、その素人がこう一生懸命こうオートメーション書いていくとかね、絶対しない方がいいです、わけわかんなくなりますよ、でここでこっちでちょっとやっぱ音でかすぎたなって時にもういろいろね破綻してくるんですよ、ああいうことし始めると。それはちゃんとコンプと EQ でしっかり音作れば、そんなことしなくていいです本当に、あとは最小限でいいんですよ、今はもっとね、まあ、もちろんこういうボーカルライダーっていうのもありますし、まあ、これも使いましたけど今使わないですね。もうやるとしたら最小限の動きでちょこっとやってやるってぐらいですかね、でもコンプでいいと思うんだけどもちろんこそういう技術はありましたよ、いいと思うんだけどな、というのがまあ入っているっていうわけでございます。そしてこれだけでは足りないんで、これでねほぼ7割ぐらいは揃いましたね、うちのね今後僕が結局必要な分は。で次にこれですね、クリス・ロード・アリスさんの CLA クラシックコンプレッサーズ、これですね。これあの私のもう愛するこの CLA の 3A が入ってますね、当然ですけどね。こんないいコンプはないですよ、ナチュラルなオプティカルコンプ、このうちの、アマテラス1011ですとか、1010ですとか、そのマイクプリにすごく自然なかかりをするコンプレッサーが内蔵されているわけですけども、それと全く同じでございます。というか、これの実機、これの実機が本当に素晴らしいんですよ、まあ、それの振る舞いをシミュレートしているっていうもので CLA の 3A、 これもぜひ使ってください。これの使い方も、まあ、前のなんか動画でやってるんじゃないかと思うんですけど、この辺の全部のことに関してはあのうちの、 グルーヴアーティストアカデミーでがっつりお話しさせてもらってますよね。でこの 2A の方はね、確かにこっちが真空管の回路はちょっとシミュレートしてるってことなんですけども、あんま使わないな、最初使ってたんですけどね、こっちの方がね変なアナログ感を加えてくれないんですよ。もうそのまんまでそのオプティカルコンプの振る舞いが入ってくるんで、もう変なアナログ感は他のところでね、本当のアナログ部分だったり、さっきのあのあえてアナログ汚し系みたいな、のでやっちゃうんで、コンプに関してはもうこのオプティカルコンプの自然な振る舞いをやってくれるこれの 3A だけでねいいんじゃないかと。これ結構使ってる人いますけど、僕あんまり使わないんだよな、ちょっとかかりすぎる感じがしますね。こんぐらいかかるんだったらさっきのね L3 とかで、いっそやっちまった方がいいんじゃないかと思う感じでございます。そしてあとまあディエッサーですね、これも安いですね、2,000〜3,000円で買えますね。まあ差し捨て素行を削ってくれるやつなんですけど、ウェーブスのディエッサーはもう本当侮れないですよ、ディエッサーってもうキューベースとかにももともと入ってるし、いろんなディエッサーってたくさんあるし、まあ標準装備みたいな感じじゃないですか。でもねこのウェーブスのディエッサーすごくいいです、しっかりそれこそデジタルでしっかりやってくれます、もう差しすせそう漏れなくシュッと綺麗にしてくれますね、なおかつその使いやすいししっかりしてる、嘘っぽくもないしね、自然に、綺麗にしてくれるっていう、まあ、こんぐらいですよね。あとゲートがね、なんかどっかでなんかこれ俺これだけ買ったんだけど、なんかゲートもついてきたから、どこについてきたんだろうねあれって。
このディエスターかコンプかちょっと分かんないけど、ディエスターがあって、これもコンプがあり、イコライザーがあり、ね、あとそういう汚し系があり、デジタルのリミッターがあり、ディレイがありとね。そして、リバーブは、このレキシコンをおすすめ。これどうなんでしょう、これ今ブラックフライデーとか聞いてるのかな、このレキシコン社の方はね。これレキシコンはレキシコン社のこのページでしか買えないですからね、いやサウンドハウスでも買えたんだっけな。でもね、まあこれね、こんだけですよ、こんだけあれば十分仕事ができます、十分プロの仕事ができます。あとはこれを使い倒していって、これに慣れていってほしいと思うんですよね。本当、マーキュリーを使い倒した男が言うんで信じてもらっていいと思います。これを使い倒していくと楽しくなってきます。これをね、もう手足のように、もうこうやって喋るかのように、踊るかのように使ってねまた使いやすいんですよこれが。パッと見このウェーブスさんはね、分かりやすいです。慣れればすぐ直感的に使えて、もう素敵な道具になってくれると思いますので、なんかまたなかなか喋ってしまいましたが、まあデジタルプラグインのご紹介でした。じゃあまたね。はい、どうもシュガーフィールズの原です。はい、じゃあイコライザーの続きいきますよ。まずはね、せっかくなんでね、前回エレキギターの音を、歪んだエレキギターの音を使って、ちょっとやってみましたけども、はい、こんな音でしたね。何を目指してイコライジングするのかっていうことのね、すごくこれね、この情報だけでね、多分すごい価値あると思いますよ。これね、これはね、 YouTube でも無料でも言えないやつですよ。これは言いたくないっていうやつ、ちょっと今日はお知らせしようと思います、お伝えしようと思います。